皆さんこんにちは。今日はですね、大竹クリエイターが葉月大竹ブランドのアイテム制作に取り掛かる、まず第1弾ここなんですよ。アイテム選考会をガチでやっておりますので、そちらに密着したいなと思っております。では行きましょう。裏、何を選ぶの？ニットかスウェットか。一旦なんかこう、こういう素材感いいよねとか。素材感ね、うん、じゃあ一旦もうスウェットニットでどんな感じか、ね、これいいね、素材がね。素材、何素材って言うんですか？ちょっと光った感じいいですよ。どうでしょう、これじゃあ候補で生地ね、はい、これいいよね。もうスウェットに絞るか、ニットも作ってみるか。いいんですか、全部やっても？一回サンプル見て決めていただく、はい、でも大丈夫です。欲しいね、これもね。その伸びない、毛がない、うん、何でしたっけ、あったかい、はい、だったらだとして、うん、面はこういうプレーンな方がいいですか、それともこういうケーブル。ちょっとこっちのニットは薄いよりちょっとふわっとしてる方がいいかな。少し厚でっていうか、こんな感じをイメージで、OK、です。いいよね、高級感、高級感、ちょっと大人な感じ。そう、さっきテーマでもそれを知ったから、高級感、大人感欲しいですね。そしたら、まあ、これ軸でこう合うパンツをまずチョイスしていければと思うんですけど。何ですか、素材？コーデュロイ？ベッチンって素材ですね。ベッチンもちょっと気になっちゃったな。じゃあ素材はベッチンにしますか。これも伸縮するね、はい、これがやっぱ裾こうなってる方がいいね。やっぱ裾ね、広くない方がいいね、俺あんまり。裾にかけて細く少しね、うん、でまたこう深いという。あ、また髪は深い、ね、裾にかけて細い、うん、じゃあそれに合うアウターとなりますと、ジャケットになっちゃう？もうそれって、こんなんいいね、コートみたいなの欲しいですね、うん、いいよね、この、うん、どうなんですか、長さとか長め？着ないと分かんないよね。あ、でもかっこいい丈感は。いや、いいと思います、これぐらい。これぐらい、うん、シャツ大竹さん着ますよ冬、うん、着ます。なんかシャツにスウェットパンツとか下カジュアルもかっこよくないですか？いいよね、それ作るんだったら。いいと思うよ、素晴らしい、さすが。大人のどうなんでしょうか、デザイン欲しいね、これに、シャツに。そうするとカジュアルダウンで、そうかね。でもシャツお似合い、はい、お似合いですか、はい、じゃあシャツも行こう。シャツもそういうのも欲しい、かっこいいね。着てみます、かっこいい、それかっこいい、うん、ね、イメージ通りです、かっこいい、いいですね、かっこいい。ちょっとここだけ素材変えたりとかね。あー、ね、そういうのも好きですか？やります、同じ黒であれば。あー、なるほど。これだけ毛羽立ってるとか、素材違いの黒って、うん、ね、結構流行ってますよね。ジャケットも気になる。ジャケット着ますよ、ね、これこうしてこの上に着たいの。あ、なるほど、寒い時にこうしたいの、ね、こうやってここ着れると助かるじゃないですか。かっこいい、助かるね、あったかくなる、助かるです。ジャケット難しいですもんね。これ割とコンパクト、いいかもしれないね。じゃあ これが中に着られて羽織れる方がいいですか？まだあっち上でもいいんだけど、もし薄い方だったらね、これに。じゃあ、まあ基本的にこの子たちに羽織れるジャケット、うん、そうね、でその上から羽織れるコート、うん、そう、作りたいスニーカーに行きましょう。作りたいスニーカー、何をどう選べばいいんだろう。まず、うん、ハイカットのスニーカーですね。ハイカットですね、これはもう白なんですけど、はい、私が第一印象大変そうと思ってるのはソール。どれもこれは、あ、あれじゃない、どうしようねえな、こうやってイメージつけるとか、うんうん、横からの見た目とか。なるほどね、気に入るものがあったらちょっとはめてみて。あ、これ大体一緒、このいいけどね、このオーソドックスのやつ、これもいいけどね、この何にもない。あ、じゃあ割とこういうのよりは何にもない、うん、白い方がいいかな、つるんと。俺このチャックいいね。あ、チャックがいい、チャックいいですね。これのホワイトとか、これのホワイトの紐なしは、あ、いいですね、チャックあって、でこの引っ張れる、あの履きやすいやつ、はい、テープ、うん、はい、じゃあ印象としてはこういうもう真っ白っていうことですね、うん、でこう少しこういうのあったり、はい、これもあって、で紐がない感じかな、これで、ね、で最後、わかります、紐なしのOK です。あとメンズで言うと、メンズでですよ、メンズで言うとカバンとニット帽だったら作れます、うん、この辺いいですね、
ただこれ黒くならないでしょ。あ、この素材って、ま、で真っ黒がいい、うん、じゃあこれも白っちゃけないようにってことですね。黒、うん、真っ黒、これもねいいですね。これ大きさどうですか。これ折らないバージョンで被りたいんですよ。はい、あれですよね。そう、でも長くていいと思いますよ。こんぐらい長くていい、うん、で、カバンです。もう本当追い込まれちゃったすげえよ。リュックじゃなくてトートがいいとかあります。リュック、僕自身は使わないですよあんまり。作るんだったらじゃあリュックよりトートの方がいいなって感じですか、ね。うん、はい、素材はレザーじゃなくてこういうちょっとこうアスレジャー系というか。でもいいしや、なんかあれトリッキーなこれね。ね、軽くて。どれぐらい大きいとかあります？だいぶでっかく。大きい方が可愛い、この素材。ある程度大げさな。大げさにでっかい方がいい。ぐらい。おしゃれ。で一旦ジップをつける。はい、上にね。じゃあ一旦これでメンズは。はい、OK なので、はい、ちょっとりなちゃんにサポートいただきながら、ほぼサポートだね、はい、あのウィメンズレディースを決めていきたいと思うんですけど、うん、なのでどれから決めましょうか。トップスから。そうですね。で今メンズはニットもシャツもスウェットも、作ろうとしていて、まあ、スウェットとかニットは下手したらユニセックスで着られるかもしれない。むしろさっきのメンズのニットを着たい、うん、あ、なるほど。私はからまあブラウスかもしくはこういうなんかあのカーディガン、レディースキャーカーディガンみたいなものとかの方が、まあ、差は出ますね。カーディガンいいですね。ここあれですね、あのドッキング見本っていうかあのワンピースなんですけど、こう今2枚売りっていうかセット売りが流行ってて、そうなんだ。あの 長い普通のプレーンのニットにベスト型のあのニットがこう上からくっついて売ってるパターンが結構あるんですよ、うんうん、売れてる、売れてますよね、ドッキング。じゃあいいじゃない。これベストシャツとかと合わせて着る方が、これは着ないの、この1枚は。こっちは私は着ないです。いきなりおしゃれ感が出たね。こじゃれ、うんうんうん、出ましたね。どうですか。いいと思います。こういうイメージでじゃあ行きましょうか。ブラウス単体で見るとどうでしょうか。したことなくて、今年は結構あのハイネックの方が、そうなんだ。あのこれぐらいの感じにしてベスト着るとかの方が今年っぽいかなって、じゃあそれだな。うん、まあそうですね。あれですよ、トレンド入れたいですもんね。トレンド入れたきたいから女性の方は。あとどっちの方がいいですか。こっちのにもよるかもしれない。こっちだったらスキニーとかだったらバランスいいんですけど、ね、こっちだったらもうストレートとかテーパーとか全然いけるし。スキニーもまた来るんですか。ね、あ、もう来てます。スキニーが来るんだ。そうなんです。スキニー来いよ。じゃあレザー入れたいな。レザーいいですね。レザーテーパードって何よ。あれ下がスーね。下がこう下がスー。まあサルエルのちょっとライト版みたいな感じですかね。でもこういう方が好きなんでしょ。女の人もピタッと。でも私はスキニーよりまあテーパードの方が履きやすい、まあ、もしくはフレアとかの方が、うん、こうちょっとダボっと合わせる感じでも可愛いと思う。私はこういう方が履きますね。これもいいよね。モッツいいですね。なんかヨーロッパの人そんな感じだよね。モッツ、じゃあモッツも色。モッツって何。モッツコート、こういう、こういうコートです。へえ、着てる人いるこれ。まあ私は結構好きですね。これでカーキとかでもいいのかなと。そう、俺もそれいいなと。この似た感じの、うん、けどなんかこっちの方がいいな。こっちの方がいい、これの短い、のなんか、うん、厚みもちょっと欲しいっていうか。だいぶ厚くしたいな。暖かい、あの、うん、ボワボワ、なんかこれだとちょっと薄すぎるかな。そう、キルトの形、今これがダイヤキルトで、うん、こう格子型なんです。これが今ウェーブキルトで、うん、なんかイメージってあります。あ、これがダイヤキルト。あ、そう新しさで言うとダイヤの方が。ダイヤですね。じゃあダイヤです。新しさ欲しいよね。じゃあこれ系です、うん、で色味はこういう色にする、うん、これ。いや、こっちなのか、これだったら。え、どっちですか。でもまあ、着やすいのはこっち。本当、うん、あの普段のお洋服に合い、じゃあ、じゃあ、じゃあこれ。じゃあこっち系で。やったやったやったあるこれね。え、これ欲しいんですか。いらない。これ着ないの。でもあれですよ、大竹さんのニットでカバーできそうだけど、うん、ああ、そうか、そうだね、ニットはね、カバーできない。ニットできそうだから、男女ね、どうしよう、カーディガンとか。さっきの大竹さんが選んだニットの感じのカーディガン。
あれのニットの感じのカーデ可愛い。可愛いですよね。これね。あ、そう、それそれそれ。これの。これ。さあ、この感じでカーデ。トントントンって。最後カバンでございます。これかこれの大きいか。でもこっちの方が好き。これでさっきのアウター着てこうやって歩きたい。そのサイズ？何色よ？パンプスで作ったピスタチオカラーを入れてもいいかもしれない。確かに可愛い。パンプスと同じ色でも同じ色でハマると思います。金色でいいんですか？私はシルバー派だけど金色の人もいるから、これは売れる方を聞いた方がいいです。いや、まあサンプルだから。私シルバー派です。あ、じゃあシルバーでシルバーにします。そこはね、決まったのかな。じゃあ決まりました。すいません、ありがとうございます。なんで一回ちょっと整理して終わりました。急に終わりましたね。ね、ありがとうございました。いやいや、ありがとうございます。非常に良かったですね。大竹さん、はい、アイテム選考終わりまして、ええ、いかがでしたか？大変でした、ね、大変。こんなに決めるとは思わなかったんで。そうですね、うん、決めなくちゃいけないことたくさん追い込まれちゃってね。まあだから細かいことは何も言ってません。あ、そうですね、デザイン的なこと。でもまだちょっとこう大きい大枠の段階なので。そうそう、だからシャツにするの、ジャケットにするのみたいなぐらいの感じですか、はい、次のステップはファーストサンプル、はい、を作るところになってきますので、はい、また上がり次第大竹さんにご報告させていただければなと思っております。はい、今後の意気込みをお願いいたします。そうですね、間に合うなんとか。いや、それ俺も楽しみですよ、ね、相当いいのだったら相当いいと思う。大竹と被らないように買いたいと思います。あ、ね、なるほどなるほど、いいですね。いいのあるから、はい、今後ともよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ありがとうございます。